皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。なんか他の前ちょっと前の動画と変わらないじゃないかっていう感じですけどね。バリオスとねセローが後ろにありますけど。はい、今回も私の話に付き合わされてしまうコーナーでございます。古いカタログを見ながらいろいろと話をするコーナー。さあ。今回は何でしょうか。前回は何でしたか。はい、今回はアメリカンロードスポーツです。アメリカンロードスポーツ XV7 半ビラーゴ、わかりますよね。このエンジンが美しい。これは金メッキをねいろいろ対応してね、やばいですねこれね。見てくださいよ、これはプラモデルじゃないですよ。ですよね。これ実写ですよね。実写の写真ですよね。これは本当にやばいですよ。ねえ、アメリカンロードスポーツ。まあとりあえずめくっていきましょう。ね。でこう、これアルファベットで書いてとこの場合は The American Taste でいいですか。The American Taste みたいな感じになるんですか。The American Taste なんていうと。あの大文字が最初にの次が来るときにはここはザと読まないんですよ、字ですよみたいな感じで怒られますかね。でもまあ日本語読みだったらザアメリカンテイストで大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。わかんないですよ。さあ XV7 半ビラーゴですよ。生き方の中に一貫性を貫く精神はいつしか味わい深い風貌を醸し出してくる。なんかあの春本さんの漫画みたいなんでよね。ヤマハ独自の美学でリファインされ続けてきたスペシャルの世界は再び新たな感性の領域へ。ヤマハ XV750 ビラーゴ。それは何よりも人間とマシンの一体感、そして乗ることの誇りと喜びを求める精神が昇華された結晶。クーレービッグ V ツインの精緻な美しさに秘めた味わい深い鼓動、ディテールまで吟味され尽くしたフォルム、質感彩りが絶妙にバランスするエレメンタリズム。アメリカンを名乗るモーターサイクルの頂点に立つ XV7 半ビラーゴ、今試乗の時へ。試乗至る上、あの市場じゃないです、試乗。大丈夫ですか。なんか私読み間違えてますか。見てないから大丈夫ですよね。すごいですね、すごい。こんなね、昔よく語ってましたよね。今でも語ってますか。ねえ、美しい。やばいっすよこれね。これやばいっすよね。ハートもボディもジャストアメリカ。これいわゆるアメリカンって呼ばれてるんですけど、アメリカに行くとアメリカンってないらしいですね。日本だけだってアメリカンって呼んでるのは。向こう行くとアメリカンって言わないです。クルーザーとか、何でしたっけね、なんかそういう呼び方するっていう話を聞いたことがありますけど、確かにそうですね。だってアメリカンって言わないですよね、アメリカの人はね。そのね、こういう車両ね、だってそういうのが普通なんだからね、言わないですよね。でこれ見てどうですか。これね、なんかよく言うジャパンアメリカンとかね言うじゃないですかね。でね、ハンドルがねこういうフルバックハンドルっていうんですかね、これママチャリみたいなハンドル、要はママチャリのハンドルと似てますよねこれね、こういうハンドルね、これ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 、うん。でこのタイプのやつって要はなんかね、言葉が悪いんですけどおっさんっぽい、おっさんっぽいんですよ、おっさんっぽい、ね、だけどおっさんになると分かるんですよ、これ乗るとうわ楽だなーって。本当に。でこれビラーゴですよね。この他にも、要はこういうタイプのやついっぱいあったんで、ヤマハさんの場合はこれをみんなスペシャルって呼びましたよね。例えば、XJ650 スペシャルとか、あと、XS650 スペシャルありますよね。あと、XS の7半スペシャルっていうのもありますよね。だ要はアメリカンタイプ。日本でね、こうアメリカンぐらいタイプ。しかもハンドルはみんなこういうプルバックタイプのね、ハンドルついて。でこういうのをみんなヤマハさんはスペシャルっていうねつけるんですよね。まあこれはもうビラーゴは初めからビラーゴでないんです
ですけど、でもこれは7班なんですけど、まあ、私昔 XV400 スペシャルっていうのを販売させていただいたことがあるんですよ。でカウル、なぜかカウルがついててリアボックスもついてるんですよ、純正オプションのエンジン色のやつで、いいんですよ、あれいいんですよ。であれの後にビラーゴになったんですよ。だもしかすると XV7 班スペシャルってあれありましたっけね、 XV7 班スペシャルってね、 XV7 班ってあったもんな、ロードタイプありますよね確かね、 XV7 班ってねありますよね、ロードバイ、あ、そのスペシャルで、それからなんか確かビラーゴって名前がつくときにはもうスペシャル、なんとかスペシャルっていうのはなくなったんじゃなかったんですかね。そうですね、 XV400 スペシャルの後にビラーゴになったんです。ビラーゴ400、ビラーゴ400 XV400 ビラーゴでしたっけ、なんか、うん、ちょっとそんな詳しい方がね いらっしゃると思うんでね。でこのタイプね、あの私もおっさんなんですけど、まあ、バイク屋を始めた頃ももう、まあ、40まで行ってなかったですかね、30代後半でしたけど、30代後半だったらおっさん名乗っても大丈夫ですか、大丈夫ですか、おっさん自分でおっさんって言って、お前30代はおっさんじゃねえよって本当のおっさんの方が言ってくれるかもしれない。お前何、まあ、ふざけんな、 何おっさんだって、この若造がつって言われるかもしれない。そうでもね、乗るんですよ、本当にいいですよね。あので XV じゃないんですけど、私の XJ650 スペシャルっていうのをあの一時期あの直して売ってたって言うんですけど、直して販売させていただいたことがあるんですけど、でね、やっぱりこうエンジン、あのハンドル、こういうハンドルでね、最高ですよ。で速いしね、乗ってて速いですし、なんとも言えないポジション、楽なポジションでね、本当にいいですよね、これがね。まあそういった中にあって、これはねやっぱりアメリカは V2 いいんでしょって、まあ、ヤマハさん言ってるんですけど、アメリカンテイストにこだわれば空冷 V2 のパワーユニットが必然だ。いやいやいや、そう、まあまあね。そんなこと言って、いろんな作ってたじゃん。4気筒のやつとかね。山田さんね。3気筒もあったし。でもね、V2 イン。まあ、そりゃそうですね、うん。やっぱりアメリカといえば V2 イン、うん。なんかあのバイクをやっぱり連想させるのかなっていうね。うん、そうですね。ちなみに、75度だそうです。この V バンク。75度。って書いてあります。はい。強大なトルクがもたらす、鼓動感あふれるトラクション。蹄の音をイメージさせる心地よい鼓動、さらに美しさを追求したって書いてありますね、うん。やっぱりね、このであとメッキが対応してます。やっぱりアメリカンっていうとメッキですよね。でやっぱりね、こうメッキを対応しているオートバイなので、やっぱこれを常にねこまめに磨いてね、掃除して磨いていい状態で乗っていただければいいんですけど、放置してしまうとあっという間にみすぼらしくなってしまうんですよね。非常に残念。さすがにメッキとかみんなサビサビ、アルミはもう腐食しちゃってる。さすがにそうなってしまうと、ちょっとやっぱこの美しさじゃないとね。ここのドラムのパネル見てくださいよ。なんか映ってますよ、何か。何映ってますか。大丈夫ですか。これはね。で、私の印象ではね、このタイプのやつはセルがみんな空回りするようになる。みんなっていうと語弊がありますけど、壊れますよね。ちょっと絡まりしますね。カーンって、カーンって感じで。ね。カラ、あれ違うな。うーんっていう感じで。で、一回止めて、で、もう一回押すと、ギュ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 ってかかった。ああ、かかった。ワンウェイクラッチは滑るんですか？何ですか、あれは。これ、みんなそうですよね。1100もそうだし、特に V 型。Y 社の。今更ワイシャって言ってもしょうがないですけど、で、ああよくある、あよくあるやつだよねって、寛容なんですよ。日本人はね、日本のメーカーには寛容なんですよ。ああよくあるやつだよねって、で済むんですよ。これがね、外国だったら、ああ空見たことがあってボロクソに戦いますよね。もう絶対だから輸入車乗らないとか。大丈夫、日本車大丈夫ですよ。ああよくあるやつだねって、これはあの昭和の、もう昭和のお決まりですよね。ヤマハのこのタイプのやつはみんなセルが空回りするって、みんなじゃないセルが空回りしやすいって、ね、はい、ありますよね、はい。今だと何ですか、ちょっと前だと燃料ポンプがみんなダメ、暑い時に燃料ポンプが回んなくなるっていう、
伝説になっちゃうとね。ヤマハ伝説。大丈夫ですか、そこまで言って。大丈夫ですよね。大丈夫ですか。怖い、怖いです。美しい。これ見てるだけでなんかいいな。いい。そしてね、これいいんですよ。各部を見てる。これ、本当にいいですよね。何ですかね。ゴージャス。で、もうね、メカニズムがどうだとか、もうどうでもいい感じがするんですよ。やれ、エンジンのこのなんかどうだとかね。この、何ですか、これ。吸気効率を向上させたエアクリーナーシステム。で、そういう、あんまりどうでもいい感じがするんですよ。このバイクにとっては。この、ハイメカニズムだとか。それよりも、やっぱり各部のね、見てください、これ美しくないですか、ホイールとね。やっぱりこう、あ、いいな。これ川崎とかもね、こういうの昔ありましたけど、かっこいいですよね。金とね、であとこのアルミの地肌っていうんですかね。うん、あ、これかっこいいわ。これキャリパーどうですか。このキャリパーどうなんだろう。変なパッドついてるのありますよね。 XJ650 スペシャルだったかな。パッドが初めから斜めなんですよ。摩擦材が斜めになってる。普通こう均一にこうなってるんですか。じゃあ斜めなの。最初見た時なんだこれと思いました。なんでこんな減り方してんのと思うじゃないですか。まず車体についてるの見るとね、それが普通なんだ。新品もそうなんですよ。あれびっくりしますよね。何言ってるか分かりますかね。変なこと言ってる。何斜めわけのわかんないと言ってんだと思われたらあれですけど、初めての時びっくりしたんですよ。そういうもんなんだ。もうね、一般常識は通用しないですよ、山田さんはね。まあ、あともこれね、これ、もうね、あ、これはやっぱりヤマハさんのね、このビラーゴとかも、あ、ビラーゴ、これもビラーゴだ。400とかも、250もそうですよね。ドラッグストアもこんなのついてたような気がするんですけど。ね、いいですよね。マフラーはね。うん、で、これは、シャフトドライブ。ヤマハさんはね、シャフトドライブをよく使うんですよ。ね、これがいいですよね。なんか400のビラーゴもなぜシャフトドライブにしたのか。XV400 スペシャルもそうですよね。なんか汚したくないっていうチェーンで。チェーンだと油が飛ぶから、この辺がね、ホイールの、ホイールとかが汚れるじゃないですか。それをやりたく、そうしたく、それが嫌だ。美しさがそがれる。チェーンの油汚れが飛んでるなんていうのはとても許せない。っていうことで、なんかシャフトドライブにしたって話を聞いたことがありますけど。嘘か誠か。あとね、シートがいいんですよ。このシートね。これやばいですよね。これちょっとこう、シワが寄ってるのがね。で、こう、ボタン、なんですか、この、ね。でも、ここ水溜まるんですよね。ちょっとね。これね、水溜まるの、雨の日乗るもんじゃないんですよね、多分ね。うん。いや、でもこのシートだけでもなんかね、うわぁ、いいなって思っちゃいます。これ張り替えて、ツンツルのシートになっちゃったら、やっぱり見栄え、ね、つまんないですよね。うん。でね、まあ、メーターとか。でこのね、ハンドルがね、ママチャリみたいなハンドルね、いいで、このメーターリングも金メッキじゃないですかね。で、このママチャリみたいなハンドルのね、難点はですね、力が入らないんですよ。押し歩きとかでこういうんだ、こうやって押すんで、こうだと押しやすいんですけど、要はこうですよね。正面から見ていただくと、こういうだから、こういうのって押しづらいんですよ。力入らないんですよね。だからこの手の車両はトラック、軽トラックとかに乗せるときにエンジンかけないで勢いで力でガーッと上げようとするのが非常に大変っていうのが私の、数少ない経験上から来る、感想でございます。はい、ちょっとね、あとね、エア抜き、ブレーキのエア抜きがブレーキの向きが、マスターの向きがこうやって向いちゃうんですよ。ホースがこっち。でこうなっちゃう。だからここにエアが溜まるじゃないですか、必然的にね。こういう風にできないんですよ。ハンドル切ったって、さすがにこんなに斜めに向いてるやつが、こんな風には向かないんですよ。下に向かないんですよ。そういうのとかね。ちょっと。だからコンプレッサーとか抜かない。ただ手でポンピングしててもなかなか抜けないとかね。はい。そんな経験がありますが、どうなんですかね。さあ、そんな感じですね。これ1100もありますからね。いいですよね。あと、ミッドナイトスペシャルみたいなのなかったっけ、なんかありますよね。黒いやつね。いいですよね。やっぱりヤマハですよね。美しい。私は、
ヤマハが心配ですMT シリーズを見るとすいません、余計なことでございました。はい、そんな感じで、今回ですね、アメリカンロードスポーツ XV7 半ビラハゴ、まあ、これですね、あ、ちょっと美しい、これですよ、はい、ね、のカタログを、また見ながらですね、ちょっとお話をさせていただき、お付き合いいただいた皆様、誠にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。失礼します。